レーモンド松也です。今日は特殊の作詞作曲いたしました夜明けのブルースをどう歌えばいいかというか、ワンポイントレッスンを今日はお伝えしてみようかなと思います。よろしくお願いいたします。この曲を作った時、一番大事にしたいのを僕的にはやっぱりこのリズムのノリの良さなんで、まずはイントロのところからしっかりリズムに乗って、でまた歯切れよくっていう感じで言葉を歌っていただけたらと思います。そして、前半は特に男性の方は低音をちょっと強調して、例えば出だしのとこのこのグラス、この数の音とかですね、ちょっとしっかりした手を飲み干せば帰ると、このあたりですね、低音をうまくこう出していただけたら。そして前半はそういった形でうまくリズムに乗って低音をちょっと意識しながら、拗ねてる肩をそっと引き寄せれば膝にもたれて、最後のこうね、耳元ささやき、しっかり低音で押さえていただくね。後半がちょっとシャウトしたり、ちょっとノリのいい感じで盛り上がってきますので、秘密にできるのとかとかね、秘密にできるの、ここから軽く入って、で誰にもあたりからだんだんシャウトする、秘密にできるの誰にも、のあたりのこのシャウトの仕方、もう言わずに、もっと優しく、今度はときめく心は、今度はまた強め、定めと信じて、このシャウト加減がちょっとかっこよかったりするわけで、それで優しく、ここは松山、優しくね、しみじみと、2番町の店、ね、この2番町のこの揺れ方なんかがちょっとブルージーな感じで、ブルースって感じの味が出てるとこじゃないかなと思うんですけどね。町の店、最後かっこよく、渋い男の、渋い男のって、しっかりした男のイメージで、で最後しっかりと、夜明けのブルース、夜明けのブルース、このブルーのあたりの音の取り方もちょっと気にするとかっこよく決まります。夜明けのブルース。ということで、全体的にはもうこのね、ラテンのリズムに、このグラスうまく乗っていただいて、最後のシャウトなんかもね、気にして、しっかりとしたこのメリハリっていうのを自分で意識しながら、そしてまたかっこいい自分の歌ってるね、それも意識しながら、スケール感のあるノリのいいかっこいい渋い男の夜明けのブルースを歌っていただきたいと思います。ぜひ覚えてしっかり歌っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。